フリーキックの名手が引退、 J リーグでフリーキックの名手として活躍してきた宮坂正樹選手が2023シーズンでの引退を発表。山形、松本、大分、群馬、そして長野でプレーし31得点を記録。 J2 でのフリーキック得点数は16で歴代最多。最後のゴールはアディショナルタイムにフリーキックで決めた劇的な決勝弾。まさにフリーキックの名手にふさわしいゴールでした。チャンネル登録リクエストぜひお願いします。